8インチのバンドソー の2号機ですね、まあ、こちらの方は木工の仲間にどうしても譲ってほしいと言われたんで、お譲りすることにしましたので、まあ、自分用のやつをもう一台この、今回のテーマは少し小さく作るということで、そのこれ、まあ、最初に作った8インチに対してこちらは少し小さく作る努力をしました、小さく作るというとですね、例えばこういうところの首の部分ですね、これが細くなるわけですね。車輪の直径は同じです。こちらも直径28インチですので、20センチの直径の車輪ですので、車輪は同じなんですけど、幅を小さくしようとするとこの部分ですね、ここを狭くするしかないんですね。そうすると強度の低下が出てしまうんですね。まあ、それについては鉄骨の L アングルですね、こういうもので補強しました。結構これ効果がありますね、この補強は。裏側のこの下側にもつけてますけども、こんな感じですね。まあカメラが来たついでに言いますと、ここに今回はモーターの下に防振のためのゴムをつけてます。これそれなりの効果がありますね。あるのとないのではモーターが出す振動をやはりゴムが吸収してその本体に伝わらないんですね。ですから振動は車輪の振動によるものだけになってきますね。モーターの振動が少なくなってもこの車輪がですね回るとそれに伴う振動は出ますので、それについては、まあ、車輪が完全にバランス取れてることだとかそういうことが重要なんですけども、まあそれについてはまあ、一応ここにバランスウェイトをつけてます。車輪をこう自由に回るような状態にして離すとこの軽いところが上に来るわけですね。重いところが下に来ますので、その軽いところに重りをつけてバランスを取ってます。まあ非常に振動が少なくなるようにこのテーブル上の振動を少なくするというのが一つの大きなテーマですね。これはこの振動は市販の8インチのテーブルソーなんか市販品が売られてますけども、それより明らかに小さいですね。以前8インチのバンドソーを買って使ったことあるんですけど、アルミとかプラスチックを多用してまして、ものすごく振動するんですね、このテーブルが。それで切るのがなんかここが揺れると切りにくいわけですね。まあ、これはそんなに振動しないですね。小さく作ることによって振動が出やすくなるという問題、それはL アングルだとか、まあ、車輪についてはバランスをちゃんと取ってるということですね。それから、まあ、上部のこのメカの部分もですね、ちょっとこの辺もすっきり簡単にさせました。同じ機能を持ってますけども、この辺もちょっとすっきりさせました。電源ケーブルですけど、これはオーディオのアンプみたいにこういうふうに本体から線を抜けるようにしました。で、まあこれを移動させることがあるということで、どこかへ持っていくっていうことを前提で、まあこういうふうな構造にしました。まあこれは木工交流会なんかに持っていくときに、車に乗せるときにこれが邪魔なんで抜いて抜けると便利なんですね。それで今ここにこちらの機械にはですね、こういうブレードガイドですね、こういうのがついてましたけども、こちらにはつけてません。まあなくてもこのブレードがこれワークを切るときにこう押しますと、このブレードが車輪から外れるという問題があるんですけども、まあ外れないので、つけない、
構造をシンプルにするためにつけていません。じゃあまあちょっとこれ切ってみましょう。これは12センチぐらいの、高さ12センチぐらいの、あの2倍方材ですね。このように難なく切れます。これブレードガイドをつけてませんので、引き割り高さは16センチぐらいまで、の高さまで切ることができますね。まあ16センチ、これは12センチ、今切ったのは12センチですけども、まあ問題なく切れます。でフロントのカバーはですね、アクリル板があったもんですから、これちょっとアクリル板を使って外から透き通って見えるようにな、スケルトン型になってます。8インチバンドソーの1号機と2号機についてのご紹介でした。